ちょっとまあ中途半端な時間になってたんですけど、ベッサー、ベッサー L というですね、カメラがここにあるんですけども、まあとにかくこの、加水分解してゴムがベッタベタっていう、もう後ろなんかあるんで、こう鼻なんか当てたらゆーってなっちゃうような、ちょっとひどい状況になっているんですけども、このベッサー L っていうのがですね、兄弟がいっぱいいるカメラの部品をかなり使っているので、ちょっとこれ何がよく似て何が違うのっていうのをですね、ちょっと見てみたいなと、思いまして、ジャンク、かき集めてまいりました。ジャンク箱に入ってたってわけでもないんですけどね。で、まず面白いのがですね、現行機種、ニコン FM10。それからですね、これが多分大元だと思うんですね。コシナの C1S。これミラーが割れちゃってるんですけど、なんでこんなことになっちゃうんだろうっていう。だから、コシナブランドで、作ってた、一眼レフ作ってた。で、コシナがベッサーやるから、ここを切って作った。で、変わり種がですね、このビクセンっていうメーカーの、VX 天体望遠鏡につける専用のカメラですね。スクリーンがマットになってないっていうカメラなんですが、まあ、入りきらない。なんとなしに似てるなというところをですね、ちょっといろいろ見ていきたいなと。で、僕としてはね、この生きている裏蓋を、こっち変えちゃいたいなというのが一つあります。特にこれなんかもう使えないんだから、裏蓋取っちゃおうなんていうのがありまして、ここまず、こう見るとですね、映ってんのかなこれ。まあ、まず一見してわかるのはこのカウンターですかね。ここ、ほとんど共通部品。巻き上げレバーはこれとこれは同じようですが、ちょっとベッサー違うな。ニコンもデザイン変えてあるな。それから、ベッサーはアーサー感度ここで合わせますけど、他のはシャッターダイヤルで合わせてます。みんな2000まで。まあ、シャッター同じでしょうから。シャッターダイヤルがあると。で、巻き戻しもなんとなく、でちょっと、変えてある、みたいな、感じです。で、当然マウントは違うので、正面は違うんですが、さて、裏蓋はもうほとんど同じかな。オクトレンダージャーマニーって書いてありますけど、どこがジャーマニーやねんみたいな。ポッチの位置なんかもほとんど同じ。メイドインジャパンも同じかな。ネジの位置、巻き戻し、まあほとんど同じですね。底蓋はもうほぼほぼ共通部品。ちょっとなんていうか製造番号を入れる字体とかが違ってたりとか、するんですけど。で、あとまあ、裏蓋ですよね。ちょっとこれね、なかなか机がですね、厳しくて。ちょっと僕がこうやってやったらいいの。残念ながらニコンね、普段ニコンは
裏蓋交換してデータバッグ使えるような機種は、ここでパチって外せるようになっているんですが、ちょっと、FM10 はなっていない。この裏蓋、これもほとんどですね、金型は違うみたいなんですね。このプラスチックをこう流し込む時の、バリっていうか、この穴のこう丸いのがこうどうしても残るんですけど、まあ、グリップの形状とかも違うので、ややこういう補強の入り方が違うんですが、まあそれでもですね、ほとんど共通だろうみたいな、形になってます。ということは、少なくともこのベタベタな裏蓋を、ジャンクから外して、こっちのベッサーに流用したいな。これはないよね。まあ、正面の方のベタベタはもう、これは、しょうがないですね。明らかにもう部品が違うので、しょうがないで、少なくとも頑張って裏蓋は、特にこれもうミラー割れちゃってるし、この裏蓋はベタベタしてませんので、この裏蓋をこっちつけて使えたらいいな、というのをですね、ちょっと、FM10 ってまだ現行なの？これ裏蓋交換してくれてたら部品あるのかな？なんてそんなことも考えちゃいますが。あと、この天体望遠鏡専用カメラのスクリーン。これはですね、妙な見え方をするので、これなんかちょっと、次までにこんな見え方が違うんだっていうのを、なんかこううまくカメラつけて、比較できれば、ちょっと、やってみたいなと、今思いました。さてですね、そうするとこれ、ここのヒンギにですね、カポッとはまっているので、例えば裏蓋取ったら簡単に交換できるのかなぁなんつって、あっさりできちゃったらもう、それで終わりなんですよ、ね。裏蓋これですね、ちょっと今ややこしい途中作業のネジが散乱しているのであんまり良くないんですが、あ、これあれですね、タップタイプのネジだ。あんまりだからバカ力入れるとすぐバカになっちゃうね。プラスチック、メッキしてあるから、金属っぽく見えますが。で、ペラペラだな。なんかプラモデルですね。これで裏蓋って取れないの？ここで取れんのかなと思ったら違う。ということは上カバーも外してピンかなんかを打ち抜くのかな。これはどうなる。ちょっとまあ一旦はめて、じゃあカバーですよね。巻き戻しクランクはいつものあれかな。いつものいつものお約束のやつですかね。入らない。あ、お約束のやつだ。これはお約束。このネジないんだ。ここ
シャッターダイヤルは、あ、こっちのメスはカニメだ。こっちはあれだけど。ここはなんもないですね。あ、これ面白いんですよね。ここに切り欠きがあって、これを押し込むとですね、この溝がシャッターボタンの下に入り込んで押せなくなって、こうやると押せるようになるという切り欠きがあるんですが。あ、これはここを取るのかな？みんなタップネジなんで。ん？何これ？なんじゃこりゃ。止まってるだけですね、これ。はめ込んであるだけなんだよ。ん？これね。すごい。今度あれだけですね。そうするとシャッターダイヤって取んないといけないのかな。いくつにして取るとか、これきっと決まってんでしょうけど、まあとりあえずバルブにして取ってみますか。お、硬い。逆ネジの可能性あるかな。あ、逆ネジじゃなかったけど、かなり危ないですねこれ。なめそう。こんなとこ外す必要あんのかな。これもしかすると アーサーのこのとこのテンションかかってちょっと後回しにしよう。これ外さなくていいかもしれないな。そうすると、やっぱ上カバーがちょっと、アーサーのとこ嫌ですねこれね。情報が一つの軸に二つあるから、もしかしたら鎖とかが這いずり回って、なんてことになってないかな。ううう。これも外すな。ネジが違う。さてどうですかね。やっぱシャッターだろ。朝ダメか。お？こういう動きをするぞ。周りが。このプラスは、これ絶対舐めるよな。2つ溝が合うんだ。いい。これはちょっと。嫌ですね。お。シンクロ。お。シンクロって、
バネでね、つなぐんだ。コードハンダ付けじゃないですね、これね。ということは、で、このピンが出てきて、これね、まあ、この重なりをちょっともう頭で覚えておいて、戻すときにもいませんよな。まあまあ、お、しまった。裏蓋を閉じてしまった。止まるかな。まずいな。まずいな。裏蓋が開かなくなった。取り出せっかな。あ、よかった。開かないですもんね、裏蓋ね。で、これをピンを抜くのかな。そんな感じですね。ピン抜きでガツンって、ピン抜くやつも、ピン抜くの曲がっちゃってんじゃん、これ。あ、ピン抜くやつどっか行ったっけ。あら、うーら、ダメ。ちょっと細すぎか。みんな曲がっちゃうんですよね。バカ力入れてやるかな。もうちょっと。一個太くて簡単に曲がっちゃうほどの、そんなもんなのかな。これぐらいでいいかな。簡単に抜けるやろか。あ、叩くまでもなく。あ、ただはま、お、なんか中間に溝がきっとありますね。こういう。で、まあもう10時なんであれですけど、今度はマベッサーのこっちを、分解して、モルトもそんな悪く、これを、モルトもあ、こんモルト入ってんだ。こっち付け替えようという、あ、これ裏蓋一緒、あ、だからやっぱ、ほとんど同じですね。これは、ちょっと、じゃあ来週もう一回やりますか。この、さっきの空中像のファインダーの撮影をちょっと来週までもしできれば、で、これをここへ移すというのを目標にして、頑張ってみたいと思います。
これはどうしよう。ちょっと、活用を来週までに考えたいと。ミラーが割れちゃってるし。これスクリーンってどうなってんだろう。これは K マウント？ K マウントですね。そうですね、これのちょっと分解もそれなりに面白い。ここ4つで、うん、プリズム、まあ、フレキを引っ張がしちゃって壊しちゃう覚悟で、これをと、そうですね、ちょっと来週までうまい活用があれば、ちょっと考えてみたいと。セルフ、ミラーが割れちゃってるし、そんなにね、あのプリズムがあの OM みたいにこうファインダーがすごく綺麗なんですけど、あの腐食しちゃうからプリズムを移植するとかそういう必要性は全然ないんで、ちょっとなんかあれですね、はい、まあうまい利用の仕方はですね、皆さんもちょっと考えてみて、いただけたらいいと思うんですが、はい、まあこういうあの一つの母体をですね、形を変えて展開しているまあ OEM メーカーの講師なのですね、一番得意なところだと思うんですが、部品をですねちょっと入れ替えて、ベスアイルのベタベタを生き返らせようと、ちょっと、来週までに作戦を練り直していきたいと思いますんで、今日はどうもありがとうございました。はい。